ございます。すごい人です。今日周年ということで、いつもの店が、現在時刻は8時20分ですが、すでにスロットはもう打ち切りという状態でして、これでも早く来たつもりなんですけどね、まあ、そんなわけでとりあえずパチンコで今並んでます。まあ、いい抽選引けたらね、何しようかな、何する、まあ、まずは抽選引いてからということで頑張りだと思います。オス、おはようございます。こいつで、おはようございます。いや、今抽選引いたんですけど、なんと93番を引いてしまいまして、いや本当はね、もう抽選も多分もう600番ぐらいやろうし、ちょっとお出かけしようかっていう作戦寝てたんですけど、これやったらもうね、ちょっとやらんとしゃあないっていうか、とりあえず中入ってみて、で釘がね、いつも通りやったらもうほんまに打たんと終わりたいと思います。まあ、メインどころ、ゲンさんとか無双とか、ちょっとその辺ちょっと行ってみたいなと思います。おっす、
わかりますよ。お気持ちは十分わかります。特にスーパーウルトラガチ勢の皆様からしたら、お前線しか回してへんやんけと、そんなもんで何がわかんねんと。ちょっとだけ説明させてください。まず、まあ打ち切りということでスロットはもうずりやったじゃない、無理やったじゃないですか。でパチンコに並んだと。でパチンコまさかの93番で入場だけども、ここのメイン機種である海、源さん、まあ、無双はもう人が満竹にやったんで見れなかったんですけども、まあ、この2機種をもう見ただけでね、まあいつもよりは多少はちょっとねあれですけども、そんなお祭りというような状態ではなかったんですよ。でまあ嫁ロックも4円やめとけと、もう1円でいつも のアグネスラム行っとけと。でいつも通りやったんですよ、やっぱりね、嫁ロックも。でまあまあそういうのがベースで考えると、まあ、B 花の島も1台だけね、もう明らかにもうレギュラーとビッグがバカバカ連チャンしてるっていうのが1台だけあって、まあ、1台は入ってると思うんでね。でそれ以外はまあおつやとは言わないですけども、まあまあまあって感じやったんですよ。だからまあ自分の台がね、多分まあ夜のデータを見てどうかってとこですけども、多分下2つのどっちかやと思うんでね。ただねまあ店長のことやから全体的にはやっぱまめには使ってくれてるとは思います。うん、6とかは分からないですけど、まあ、3以上が多いとかね、平均設定が多分今日は高いと思いますわ。ただ
いつも通りということで、まあ、早々に見切って今日はこれぐらいにしたいと思います。ヨメロックは1円パチンコで300発ぐらいかな負けましたけど、まあまあ、2人のランチ代は出たかなってとこですね。まあ、そんなわけでうんこ動画でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。